ペクサン砲は、炸裂弾を発射できるように設計された、最初の艦砲である。1822年から1823年にかけて、フランスの砲兵将校、アンリ・ジョセフ・ペクサンによって開発された。19世紀初頭、すでに陸戦において、榴弾砲や球砲で炸裂弾は使用されていたが、それらは大角度かつ低所速での使用に限られていた。炸裂砲弾は、 取扱いが危険であり、高所速の弊社法で炸裂弾を使用する技術的な見通しは立っていなかった。しかしながら、現在のような正確な光学あるいはレーダー照準技術が確立する以前は、海戦においては、局射弾道による射撃は実用的ではなかった。双方が移動する海上での砲戦でまともな命中率を得るには直接照準による弊社が必須であった。 このため数世紀にわたって漢方の砲弾としては実体弾が使われており木造艦艇に対してさえも限定的な損害を与えられるに過ぎなかった。ペックさんは海戦において弊社砲で炸裂弾を使用することを1822年の自身の著作で主張した。ペックさんは炸裂弾が高所速の弊社砲から発射できるように史上初の遅延機構を開発した。 炸裂弾が木製の船体に深く侵入してから炸裂すれば破滅的な損害を与えられる。ペックさんは1824年に戦列艦パシフィカトゥールを使った実験で船体を見事に破壊して炸裂弾の威力を証明した。この試験のために1823年と1824年に2問の方が試作された。ペックさんはその結果を フランス海軍の実施した新型兵器についての実験に記している。砲弾には発射の衝撃で自動的に作動する進汗が仕組まれていた。砲弾は柔らかい木製の船体に深く侵入し、その一瞬後に爆発する。ブレストで1821年と1824年に行われた実験で砲弾は配管となったパシフィカトゥールを激しく破壊した。 フランス海軍の砲弾システムはこの成果をもとに作られているが、この砲弾には特殊な新汗が仕組まれ、砲内の発射薬の爆発によって作動し、その予想飛翔時間よりやや遅れて炸裂するように設定することにより、敵艦船に対して他のいかなる砲弾よりも高い効果を発揮する。漢方に関する論文フランス海軍のための最初の ペクサン法が鋳造されたのは1841年であった。方針重量は約1万ポンドであり、有効な射程は約2マイルであった。1840年代にはフランスに加え英国、ロシア及び米国において官報として採用された。その威力が実戦で証明されたのは1849年の第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争のエッケンフェルで、 においてであり、クリミア戦争のシノープの海戦では特にその効果が明らかであった。1858年版のペニーサイクロペディア辞典には以下の記述がある、ペクサンの相談等付け炸裂弾ペクサン将軍は、銃砲の製造、砲弾、砲が、その運用に関する重要な改良を行った。ペクサン砲は炸裂弾と中空砲弾の発射に特化したもので、 1824年頃にフランス海軍に採用された。同様の砲は英国でも採用された。ペクサン砲は艦砲としても、また沿岸防衛用の要塞砲としても適していた。最初のモデルは、長さが9フィート4インチ、重さは約74ハンドレッドウェイと、合計は22センチメートルであった。適切な薬勤術による薬質は非常に堅牢に作られており、 86内八88ポンドの実体弾または60ポンドの中空砲弾を発射できた。装薬量は10ポンド12オンスから18ポンドである。ペクサン将軍は同一系の銃砲から発射した場合、休憩弾よりも遠筒・遠水弾の方が空気抵抗が少なく弾道が直線に近づき激速も大きくなるとして早くから遠筒・遠水弾を推奨した一人である。 大きな軍艦、特に三層艦は、かなりの距離からでも外しようがないほどの的であり、木製の船体は厚く頑丈であるため、水平に発射した砲弾は艦隊を突き抜けてしまう、心配がない。そこで起きる炸裂は、船体内部で爆薬を使った場合と同じ破壊力を、持ち、大行角で投射する、衝撃進艦付けの砲弾よりも、はるかに威力がある。 ペニーサイクロープディア何隻かの艦艇が、ペクサン砲を搭載したが、その武装の一部に採用されただけであった。1856年に完成した当時としては、フランス最大の3層戦列艦であるブルターニは130門の砲を搭載したが、うち36門が 22cm のペクサン砲であった。アメリカ海軍も1845年に何隻かの、 官邸に8インチペクサン法を採用し、その後10インチ法を採用した。コンスティチューションは1842年に4門のペクサン法を搭載し、マシューペリーの日本遠征時に率いたミシシッピには10門。サスケハナには6門のペクサン法が搭載されていた。1849年にジョン・ダール・グレンがダール・グレン法を開発すると、ペクサン法はそれにとって変わられた。 ダールグレン砲は、ペクサン砲を改良して作られた。キアサージ艦上における11インチダルグレン砲、ペクサン砲は、艦上で炸裂弾を発射する砲の威力について、海軍軍人を納得させ、正式採用に至っているが、炸裂に重点を置きすぎた設計であったため、精度と射程が犠牲になっていた。ペクサンのシステムと私のシステムとの違いは、ペクサン砲は炸裂弾専用であって、 実体弾の発射や遠距離での貫通力及び精度に欠けている点であった。それはつまり実体弾を発射する方の補助的な存在であった。結局他の方と合わせて搭載する必要があり、それを嫌う者も,も多く、フランスにおいても大規模には採用されなかった。これに対して私のアイデアは、炸裂弾を遠くに正確に飛ばすことができ、必要に応じて、 実体弾も発射できる砲を作るということである。同時に装備する砲もすべてこの種の砲で済む。アドミラルジョン・エイダルグロン。ロシア海軍はペクサン砲を大量に戦闘に使用した最初の海軍である。1853年のシノープの海戦においてロシア海軍の艦艇はそのペクサン砲の炸裂弾でトルコ艦隊を攻撃、撃滅した。砲弾は トルコ艦艇の木製外反を貫通士艦内で爆発し火災を起こさせた。ペックさんの表したフランス海軍の実施した新型兵器についての実験はオランダ語に翻訳され日本にも輸入された。それを入手した竹尾領主、鍋島茂雄氏は早速日本語に翻訳し1848年に佐賀藩主、鍋島直政に献上している。 1851年に、アイズ藩が、江戸湾の防備を命じられると、江川英流に150ポンドペクサン砲の鋳造を依頼している。当時は音をとって、白伏山参砲、またはその特徴から、防波波可能と呼ばれていた。1853年のペリー来航の際、ペクサン砲を搭載した米国軍艦に乗り込んだ、浦賀奉行所よりき、中島サブロスは、その大砲が、 ペクサン法であることを見抜いたとされている。ありがとうございます。